どうも、ビタです。ネモです。はい、本日はネモさんと一緒に冒険に出かけていこうかなと思っております。はい、お願いします。で、とりあえずね、冒険なんですけども、まずはメインストーリー、進めていこうかなと思っております。メインストーリーをとりあえず、進めていかないといけない。全然まだ第2章なんで。うん、まあガチャしたばっかだからね。そうですね。まあこれを今回ガチャしまくったんでね、前回の動画でガチャしまくったんで、今回はスルスルいけるかなと思います。大丈夫、会話がスルスル言ってないけど。すいません、ちょっとカミカミなんですね。うん、もう今12時だから仕方ないね。そうですね。あとお腹空きましたご飯食べて、ご飯食べてはい、これ順を探せて、まずこれね、あの会話が来るんですよ。会話だけで一つのステージというのもあるので、うん、バトルのステージと会話のステージ、おーここら辺はちょっと飛ばしますね。はい、うん、ちゃちゃっとクリアはしていきます。これは会話だけです。で、この後が普通に仮面のトレーナーと戦い。これが戦いですね、メインストーリーの。初バトル。初バトルです。で、草タイプ入れた方がいいよって言われてるんで、入れときましょうか。うん、ね、いるもんね、草タイプね。一応ね。僕が当てたキモリいるもんね。あ、キモリいきますか。僕が当てたキモリいるもんね。言いますね。めちゃめちゃ強調して。誰抜きましょうか。そうだね。マニノコ抜きますか。うん。マニノコ抜いてキモリ入れときます。お、そうなんですね。ネモさんが引いてくれたキモリを使います。そう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 。僕のおかげでこのバトル勝てるかもしれないからね。やべえ、これすごい煽る。冒険に出るためにこのパターン。やばい、毎回言われそう。めんどくせえ、編集めんどくせえつって。編集めんどくせえつって。やめてやめて。じゃあ、やっていきますね。はい。で、とりあえず戦っていくんですけども、弱点が上に出るんですよ。うん。まずこのマッチョの。なんかよくわからない海パン野郎、うん、海パンじゃないけど海パン、海パン野郎だよ。まさに海パン野郎だよ。ちょっとダメなんでしょうね、海パン。このブリーフというか、あのブーメランがダメなんだ、ね、ああダメなんだじゃないですか。だからこれになってるんじゃないですか。あ、そうかもしんないね。もともと多分古いポケモンは全部ブーメランだった気がする、ね、ですよね。こんな感じですよね。ちょっと違う。で、このポケモンなんですけども、これね、時間帯で、時間制限のポケモンなんで、うん、これ技のゲージがあるんですよ。おで、例えばもうキモリだけで攻撃とかできる。あ、ミスった、ごめんなさい。おう、大丈夫大丈夫、全然強い。うん、で、この2個のいや、強すぎて強すぎて全然もう勝てちゃうんですよね。やばいやば、後で P 入れないといけないやつ出たし今マジですか。さあ行きましょう。さあ行きましょう。で、とりあえずこれでも全部2個なんだよな。これゲージが1個のやつもあるんで、うん、1個のやつもちょっと入れた方がいいかもしれないね、うん、なかなか動けない。でもキモリ強いね、普通に。キモリが普通に強い、やっぱ相性が。そうっすね、うん、しかも3発ぐらい殴ってるからすごい強い。うん、そうだね。絞っていうのもあるかもしれないですね、超あっさりだね。うん、多分この辺はガチャしすぎて余裕すぎると思う、うん、しばらく楽勝っぽいね、はい。なので、まあ、ネモさんにはちょっと冒険の仕方を覚えていただいたら。はい、冒険したいっす。はい。で、次の。あ、結構連戦なんですね。そう。ロケット弾じゃないんですけど。はい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 。この仮面のバディーズ発見って言って、もうここ、ロケット弾の代わりの、なんだっけ、何弾だっけ。わかんない。今、仮面の男しか出てなかった気がするけど。さあ、仮面の男、うん、すいません、ちょっとわかんないです。やべえ、よしよしで、行きましょう。さあ行きましょう。ちょっとリセマラしたんですけどね。で、これでまあとりあえずキモリで殴っておけばいいのかな、うん、はい、キモリでやっていきます。技は1ポケモン2つって感じ。そうですね、このレベルが上がっていって技の覚えれるものがあるんで。ああ、それでどんどん増えていきます。なるほどね。今レベル1だもんね。レベル1です。キモリ強っ。強いっす。多分一発でも死んでない、三発なんです、うん、そうだね。すごい強い。ちょっとヘルガー見てみたいですね。噛みつく溜まってないね。いや、これで溜まります、ね。ああ、下のゲージが、青いゲージが。はい。まあさすがに強いね、レベル5。さすがに強いです。うん。もう少し楽しませ。さすが、これで負けてたらガチャした意味って感じです、ね。うん、そうだね、ガチャした意味だね。で、ここで戦いまして、もう一回試合があるんですよね。おお。確か。ここでとりあえず終わって、もう2章の中、2章の中でもう1回ぐらい戦いがある。うん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 、はい。で、レベルがもう6になった。あ、めっちゃ上がるね。1からめっちゃ上がるね。上がるんですよ、そうなんだ。で、石も、ダイヤも30個もらえますし、うん、結構ね、進めていくといいものがあるんでね、うんうん、ありがたいですね。で、ちょっと重いのが難点なんですけども、ここでちょっとチュートリアルが入ります。お、
で、ここで、特訓マシン、さっき言ってた技をもう一個覚える、あアイテムが使ってくださいっていうのが、で、これピカチュウ、もう初めなんで、もう俺らさっき課金しちゃったんで、はいはいはい、あれなんですけど、ピカチュウ使ってないんですけど、はいはい、ピカチュウが覚えたいと言ってるので、使いましょうと、うん、ピカチュウ覚えたいんだ。そう、10万ボルト覚えてくるんですよ。ああ、そうなんだ。覚えさせなくてよくね。っていう回避はできない。できないです。ああ、できない。これチュートリアルだから、それはしょうがないですね。そっか。で、10万ボルト覚えましたよと。また、こういう形で進めていく方がいいんですね。はい、こんな感じです。アテレコいらないの？わ、すごいですねとか言ってたけど、今。言った方がいいですか？いらない、いらない。メス声出ないんですよ。メス。メス声。メス声。メス声出るならいいんですけど、ちょっと。ゲス声しか出ない、ね、多分ベータ君ファンの 0.0001% がね、ちょっとああ期待したいわってなったかもしれない。その方はぜひコメント欄で書いておいてください。いやー、次からやらないといけなくなっちゃうから、それちょっとやめてほしい、ね、はい、では次第2章進めていきますね。せっかちな少年、これがストーリーのやつです。バトルではなくストーリーですね。うん、これはもう飛ばしていきます。皆さんこれはゲームやって見ていってください。ああ、もう完全に攻略系みたいな、楽しむ系、楽しんでないやん、ゲーム。楽しみます、エンジョイ系でいきます。これじゃあ、メイちゃんやってもらっていいですか？やだ、でも恥ずかしい、恥ずかしい。そうなるからやらないですよね。いや、まさにね、まさにね。なんかこんな男二人に女声なんかさせてね。そうだよ、もう臭いだけで。放送事故にしかならないですからね。臭いだけで。で、ジュン君と戦っていた形です。おで、ジュン君、キモリが大活躍ということで、とりあえずキモリで押していきましょうか。ピカチュウもタイプ相性良いって感じ。じゃあちょっとピカチュウ1体入れますか。うん、ピカチュウ1体入れようと思えば、じゃあヘルがね、いや俺ヘル、ヘルが抜けたくない。うん、いいよいいよ、好きな。さまようで抜きます。で、このメンバーでいきますね。うい。で、シグカウント星3か。星3なんですよ、一番初めのキャラなんで。配布だよね。そう、それは仕方ない、うん、でも配布のキャラメイちゃん星5なんですよ。おお、強いんですよ。で、これで結構ね、困る人いると思うんですけど、例えばここのゲージ9って載ってますよね、うん、これ攻撃するために1個減るんですよ、うん、でも電気ショック1個でなくなるんで、うん、電気ショック連発させるんですよね、うん、そしたらこのゲージが溜まってって必殺技を使えるんですよ。バディーズ技だから今回ちょっとそれ使ってみます。うん、必殺見てみたい。これで溜まります、次で。やっぱキモリでいきますよね、やるとしたら。うん、ちょっともう好きなキャラでいいよ。ヘルガーでもいいよ、別に。多分弱点的に入らんけど。弱点なんでキモリでいきましょう。おで、これが相手が使ってきたんです。はい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 。先に相手が溜まっちゃったんで、使われた。で、ヘルガーが死んじゃった。ゼットマトみたいだね。そう、そんな感じなんですよ。で、全体攻撃もあるし。強いよ。あ、ヘルガー生きてる。あ、ギリ、踏ん張ってないね。あらー、ダメでしたね。じゃあ、キモリ、バディーズ技。これが強いんですよ。一撃でこれいけるんじゃないかな。ダメかな。うわ、強い。580、えぐ。えぐいっすね。いや、余裕だった。ピカチュウ20ぐらいだったけど、どうしたって。抜群で。そりゃ、死んだって違いますよ。ああ、そうか、そうか。星5なんで。そうだね。魔法のカードで買ったポケモンだもんね。そうですそうです。ポケモンを買ったんじゃないですか。トレーナーを買った。またこのくだり。それでダメなやつですね。はい。はい。で、これでレベルアップしていって、これをクリアしていくと仲間も増えるんですよ。おい。そう。この次で確かジュン君が仲間になるんですよ。うん、あ、そうなんだ。バディーズとして迎え入れるようになる。へえ。メイちゃんも初めそうだったんですよね。なるほどなるほど。で、これブレイク弾、さっき言ってたのがブレイク弾ですね。B って書いてたロケット弾の代わりがブレイク弾って。うん、今回のそれなんですけども、これを倒したらジュン君が仲間になるっていう感じ。なるほど、はい、じゃあここのストーリーを読み飛ばしたらそこで仲間になると。そうです。いやでもここはストーリーだけかな。やっぱバトルがあったはず。あ、バトルあるんだ。ないのかな。あ、ある。あ、さっきバトルとしてあった。ちょっと待ってくださいね、これ怖いから。あ、本当だ、もうさらっと誘ってる。さらっと誘ってるね。これはちょっとメインストーリーはね、皆さん自分で楽しんだ方が絶対楽しいんで。よっしゃ。はい。そうか。あえて家とか選んでほしかったけどな。あえてもう誰もバディを連れていかない。やめましょう、それは。バディなしポケモン。仲良くしましょう。仲良くしましょう。仲良くしましょう。これどこって言って。で、ジュン君が仲間になるという形で。で、これ結局、星3のものも鍛えていくと星5にすることができるんですよ。そうなんだ。
なんでそれがそれのやり方ちょっと分かってないんですけど、うん、またちょっとそこら辺ね、うん、勉強して、紹介動画で出したいと思います。はい、まあ、こんな感じでね冒険出ていけば、うん、いける形となりますので、ネモさんこれからも楽しんでいきましょう。はい、お願いします。はい、では本日は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。またね、次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。チャンネル登録よろしく。